春節で浮き彫りになったのは EV の弱点？ EV に対する不満が急増し、中国の EV 市場には陰りが見えているようです。中国では春節の大移動というのが恒例行事。2024年政府の事前予測では延べ90億人が大移動すると発表されていました。あまりの規模感に圧倒されますよね。道路なんて渋滞するんだろうなぁと容易に想像できます。実際にその通りで、大寒波が重なったこともあり、絶望的ともいえる大渋滞が発生。その原因は単に移動する人の数と天候の影響だけでなく、どうやら電気自動車 EV が大いに関わっているようです。 EV は使い物にならない、ガソリン車にすればよかった、なんて怒りの声が聞かれました。中国が急速に進めてきた EV 化、どうやら国民は疑念を抱き始めているようです。一体何が起こっているのでしょうか。本日の動画では、春節を襲った EV による大惨事について、そして現在中国で EV がどのような立ち位置にあるのかをご紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。まずは中国の春節について少しご説明しておきましょう。春節とは中国における旧暦のお正月のことです。中国人にとって最も大切な祝日となっています。日本のお正月と同じで、家族や親戚が集まって食事をしたり、新年を祝ったりするそうですよ。この時期は多くの人が実家に帰省するため、大勢の人が一斉に移動する期間となります。日本でいうところの帰省ラッシュをイメージすると分かりやすいかもしれません。2024年の春節は2月に8日間の大型連休となり、延べ90億人が大移動。これまでは鉄道や飛行機など公共交通機関での移動人数のみの発表でした。しかし2024年はマイカーなどでの移動72億人分を上乗せする算出方法に変更されたため、延べ90億人というとんでもない数字が発表されたのです。そんな春節を襲ったのは大寒波。特に影響が大きかったのは中国の湖北省で、その中の武漢市では数百本の列車が遅延または運休となり、多くの乗客が駅で立ち往生することとなりました。空港の滑走路も一時閉鎖されたほどです。そしてマイカーで移動をしていた多くの人たちも、雪や凍結の影響で発生した渋滞に巻き込まれ、帰省は大混乱。中には渋滞が20時間ほど続いた場所もあり、 SNS には外で焚き火をする人や、空腹のあまり道路の上で食事をする人の姿が投稿されていました。そんな中、特に目立ったのが EV の立ち往生。充電スポットの混雑やバッテリー性能の低下によりトラブルが多発し、一部の EV ユーザーは困難な状況に直面したのです。一体何が起こったのか。大惨事を体験した人たちから当時の様子を伺ってみましょう。ある女性の故郷は特に寒波がひどかった湖北省武漢市。出発地は広東省深圳市で、武漢市までの道のりはおよそ1000キロでした。日本で例えると東京大阪間がおよそ500キロなので、その間を往復するほどの距離です。これを車で移動するとは、なかなかの大移動に心が折れそうです。もちろん彼女は春節に伴いある程度の渋滞は予測していたといいます。しかし実際はその予想をはるかに上回る事態となったのです。というのも、まず悪天候により高速道路のサービスエリアが停電し、 EV の充電が不可となったため、国道へ回避することに。それだけでもテンションは下がりますよね。でも彼女はそこでさらなる追い打ちをかけられます。なんと充電スポット付近が雪で埋もれていて、立ち往生する事態に陥ってしまったのです。彼女は数日をかけてやっと目的地に到着。驚くことに、その間になんと6回も充電したそう。充電待ちの時間は最も長い時で8時間にも及んだといいます。また同じく大寒波の中、 EV で帰省をしていた別の女性も大変な苦労をしたようで、
ネット上で春節には EV で長距離移動をしないようにと呼びかけていました。その理由を、渋滞に巻き込まれると電力消費が気になり焦ってしまう、一部の車種は雪の坂道を登る際にパワーが不足していると挙げています。さらにこんな経験をした男性もいましたよ。その男性は EV での帰省中、高速道路で渋滞に巻き込まれ、渋滞にはまった状態で充電が 39% しか残っていなかった。都市部を走っている分には暖房をつけても問題ないが、夜を明かさなければならないということを意識すると慌てたと語りました。彼が言うには、節電のために暖房をつけず、ダウンジャケットを着て車内で夜を明かした人もいたそうです。渋滞に巻き込まれた状態でバッテリー残量が 39%、 それが刻一刻と減っていくわけですから、気が気ではなかったでしょう。 EV のバッテリー切れではガソリン車のようにガソリンを数リットル持っていきますという救助はできませんからね。これらの経験談からわかるように、 EV は寒波による影響を受けやすく、まして渋滞に巻き込まれてしまうとユーザーの神経をすり減らしていきます。 SNS 上でも、 EV で実家に帰れるのか、そもそも EV を買うべきだったのかといった不安の声が多く聞かれました。春節による大型帰省ラッシュの中で浮き彫りとなった EV の弱点。そもそもなぜ EV はこれほどまでに寒さに弱いのでしょうか。その理由を探ってみましょう。 EV がなぜ寒さに弱いのか。その理由は大きく分けて3つ。まず1つ目はバッテリーの性能。 EV を動かすリチウムイオンバッテリーは温度にとても敏感で、実は4度未満になるとパフォーマンスが低下してしまいます。その気温でパフォーマンスが低下してしまうとは。温度が下がるとバッテリー内で起こる化学反応の速度が遅くなり、生成できる電気量が減少してしまうのだそうです。すると走行可能距離もどんどん減少してしまいます。また冬場は車内を温めるために暖房をつけますよね。これもバッテリーが減りやすくなる原因の一つです。 EV は電力を消費してヒーターで加熱しなければなりません。これがガソリン車であれば、エンジンの熱エネルギーを利用することにより燃料や電力の消費を抑えながら車内を温めることが可能です。しかし EV の場合はバッテリーのエネルギーを使ってヒーターを作動させるため、どうしても負担が大きくなる傾向にあるのです。暖房に必要な電気量はどれくらいかというと、なんと暖房をフル稼働させた場合、走行可能距離が半分以下になってしまうケースもあるのだとか。これはたまったものではありませんね。2つ目は充電能力の減少。 EV のバッテリーが冷えると充電能力にも影響を及ぼします。このリスクが冬場には大敵なんです。具体的には充電に時間がかかったり、フル充電しても通常時より容量が減少したりと、本来の性能が引き出せなくなります。氷点下ともなると、家庭用電源ではバッテリーを温めるためだけにほとんどの電力を使ってしまい、一晩経っても全く電力がたまらなかったということも起こり得ます。たとえ出力の大きい充電スポットで充電するとしても、バッテリーが冷え切っている場合は充電可能な温度に温めるまで30分ほどの時間が必要となるそうです。冬場の充電スポットが大混雑する理由はこの非効率さにあります。充電をするためにはまずバッテリーを温めないといけないなんて、なんだかすごく面倒ですよね。ガソリン車なら給油がすぐ終わるのに、なんて思わずにはいられません。3つ目は車体に熱を帯びないことです。冬場の EV の弱点は何もバッテリーだけではありません。 EV はガソリン車のように排熱をしないので、車体に付着した雪が溶けにくく、これは運転者にとってストレスとなります。例えばカメラのセンサーに雪が付着すると、半自動運転機能であるオートパイロット機能が使用できなくなってしまいます。高速道路での長距離移動には欠かせませんよね。また大雪が降っている時にはボンネットに溜まった雪が視界を妨げる恐れもあります。 EV はガソリン車と異なり、ボンネットが温まらないので、ボンネットに溜まった雪がなかなか溶けないのです。そのため
視界が悪くなる前に途中停車し、雪を取り除く手間が発生します。これが渋滞に巻き込まれたともなると、寒さを我慢するだけでなく、定期的に雪を取り除く作業まで必要となるのです。考えただけでゾッとしますね。これらの理由により、EV は寒さに弱いと言われてしまうわけです。そしてこの事実は、もはや周知の事実と言えるようになってきています。中国では、ある動きが出ているようですよ。一体何が起きているのか、見ていきましょう。EV をてこに、自動車大国の道を急速に歩んできた中国。習近平国家主席は、大気汚染大国の汚名を返上しようと、脱炭素社会の構築を世界に先駆けて掲げてきたのです。とりわけ EV の普及に力を入れているため、冬は極寒になる地方も含め、中国全土に EV が浸透しています。極寒の地でも EV が普及している理由は、国民がデメリットもわからない状況で政府の EV シフトを受け入れてしまったから。EV 購入者に対しての優遇がすごかったんですよね。ところが、大寒波によって EV の弱点が露呈され、国民は大混乱。充電スポットを奪い合う EV ユーザーの間では、充電で焦る必要のないガソリン車、ハイブリッド車を羨む声が出始めたのです。そんな中、ガソリン車から EV へと移り変わる時代の過渡期の産物と見られてきたプラグインハイブリッド車が今まさに輝きを放っています。プラグインハイブリッド車とは、ハイブリッド車に外部充電機能を加え、電気だけで走れる距離を大幅に長くしたエコカーを指します。つまり、ガソリン車と EV のいいとこ取りの車というわけです。プラグインハイブリッド車を買った中国のある男性の声を聞いてみましょう。最初は充電が便利で維持費が安い EV を買おうと思っていたが、近くの駐車場に充電スポットがなかったのでプラグインハイブリッド車にした。だけどこっちを選んでラッキーだったよ。ガソリンが使えることで充電や走行可能距離を気にする必要性が低いという点に大満足しているそうです。そしてプラグインハイブリッド車の勢いは市場にも現れています。中国の経済情報メディアによると、上海市の春節市場ではプラグインハイブリッド車の人気回復が顕著で EV を上回っているとのこと。春節期間は例年自動車の販売台数があまり伸びない時期ではあるものの、それでも一定の需要はあります。しかし記事によると、 EV のみを販売する店舗はプラグインハイブリッド車を扱う店舗よりも明らかに客足が伸びていないというのです。中国の EV メーカーシャオペンがショッピングモールに出している店舗の店長は、モールの人手自体は少なくなかったのに、連休中の受注はわずか1件だったと明かしました。別の店長も、同じフロアでも EV 目当てに来る客はプラグインハイブリッド車を扱う店に比べて明らかに少なかったと弱音を漏らしています。このように、どうやら現在の中国では EV よりもプラグインハイブリッド車の方が注目を集めているようです。それはそうですよね。いつ寒波に襲われるか分かりません。そもそも春節は冬なのですから、 EV ユーザーは春節を迎えるたびに渋滞を気にする必要があり、気がめいってしまうでしょう。さて、このように EV よりプラグインハイブリッド車がいいとなっている中国の現状を、海外の人たちはどのように見ているのでしょうか。反応の一部をご紹介していきます。 EV を買いたいとは思わない。少なくともそれが今の正直な気持ちだ。そもそもなぜ EV の前にもっとハイブリッド車を普及させなかったのだろう。ガソリンを大幅に節約できるし、燃料と電気の併用ができるという意味でいいとこ取りの車だと思うんだけど。 EV はあくまでも多くの選択肢のうちの一つであるべきなんだよ。やはり日本が正しかったんだな。いずれは EV の時代になるとは思っているけど、状況的に急ぎすぎてはいけないんだ。我々は EV よりハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の道に進むべきだと思う。やはりハイブリッド車を支持する声が多いようですね。世界各国が推し進めてきた EV シフト。 EV 先進国と呼ばれるノルウェーやスウェーデン、そして中国での EV 普及率は
日本と比べ物にならない数字となりました。しかし、普及した後に明るみになったのは EV の弱点。ノルウェーやスウェーデンも冬は極寒の地となります。極寒の地では EV は使い物にならない。これが EV ユーザーのリアルな声なのです。現在中国で起きているこの EV からプラグインハイブリッド車への流れに対して、業界関係者の見解は真っ二つに分かれているといいます。ハイブリッド車市場が今後10年大きな潜在力を持つという見方と、ブームはすぐに過ぎ去り淘汰されていくという見方です。確かに脱炭素に向けた取り組みの中で議論の絶えないハイブリッド車は EV の発展過程における過渡期の産物かもしれません。しかしその過渡期はとても長い道のりになりそうな気がしませんか？よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。